はい、どうもシャイです。というわけで今回はドクターマリオラボというね、海外のフリーホラーゲームをやっていこうかなと思います。自分のチャンネルね、結構マリオのホラーゲームやってるんですけど、今回はフル 3D らしいですね。早速やっていきましょう。プレイ。うお、え、むっちゃ雰囲気いいんだけど。やべ、楽しみになってきた。やばい。なにこの紫色のやつ。え、なにこれ、血じゃないよね。あ、なんか紙みたいなのある。これなにこれ。うわ、ディアルイージだって、ルイージ宛てに書いたやつなのかな。ん、これ誰が書いてんだ。マリオかな。マリオが、医学部を卒業したと。で、自分の会社を立ち上げて、クッパを治療したって書いてあるね。キノコ王国に良いことが起こりますようにみたいな。なかなか会えないけど分かってくれるかな、マリオ。何これ、ちょっと怖いんだけど。何これ、マリオがルイージに当てて書いてるってことだよね。何、なかなか会えないけどって、どういうこと。医者なのかマリオって。あ、何これ。あ、しゃがめる。何したらいいの。また紙あるんだけど。何この紫色のやつ、怖っ。何これ。あ、患者のログだって。何これ、実験してたのかな。ピラニアプラントだって。私はプロセスを監視しなければならないみたいなこと書いてあるね。自分に言い聞かせよう、血清が漏れているパイプは避けようみたいなこと書いてあるね。何血清って、これかな。これを避けろってこと。そういうこと。そういうことだよね、絶対。これに当たっちゃいけないよね。何かしら何かが起きるみたいな、そんな感じ。怖っ。やばいんだけど。てか、コインどこには、オッケー。わかったわ。これに当たるとパックフラワー出てくるわ。だから、ギリギリまで向こう行って、これ当たり判定が結構広い感じがするわ。ちょっと。自分結構ギリギリかなと思ったんだけど、当たっちゃった。オッケー。あったコイン。うわ、むっちゃあるんだけど、結成。怖っ。ちょっと待って。うわ、もうこれ無理やんだってさ、ここさ。何こ、もうさ、ちょっと待って、いけそうにないな、これ。いけるかな、大丈夫。オッケー。これ結構当たり判定シビアだな。これ難しいぞ、普通に。どうしよう、これ。当たるこれ。いけた。お、コインゲット。これであと2枚だね。オッケー、ちょっと待って、戻るときが怖い、これ。これね、当たったら最初は、もう、そう、これ入るときはいけるんだよ。入るときはいけるんだけど、出るときがね、むちゃくちゃ難しいの。ほら。だってこいつに当たるんだもん。います。ちょっと横に注意しようか。いけた。横に注意したらいけた。え、どこ行ったらいいこれ。え、あ、ここか。オッケー。こっちに多分コインあるね。うわ、なんだ、ここにもある。あった。待って、これむずくね。え、よし。いけた。あ、ここは簡単だね。難しいかと思ったけど。あと1枚。これ何がきついかってね、当たると最初からなんだよ。そこがきつい、ほんとに。ねえ、これどこ行ったらいいんだ。これ奥ないね。え、こっち、これ行けんの。あ、奥ある。これ行けるわ、こっち。あれ、これないのか、ちゃんと。あ、こっちにもあったコイン。え、何これ。何これ、キモ。キモすぎんだろ。あ、何これ。あ、これ光るやつだ、多分。うわ、すげえ、めっちゃ可愛い。あ、何これ。欲しいんだけど、これ。あ、これ音止めれるんだ。オッケー、ちょっと音流しておこうか、怖いから。オッケー、これでいいや。これ欲しいな、俺、家に1個。で、向かい側だね。ちょ待って。これ危ないな、多分。これ出てくるでしょ。だから、大回りして、OK。で、ここもちょっと気をつけよう。じゃないと出ちゃうわ、ほんとに。よっしゃ。で、これで、いいか、これで。これで OK。で、ここ、ちょっと壁沿いに行って、よっしゃ。これで全部取ったけど、どうしたらいいの？これ。こっちか。こっちなのか。あ、こっちっぽい。うわ、待って、これある。なにこれ、土管ないのに。上？あ、上だ、これ、絶対来るわ、上。騙されないよ、さすがに。オッケー、やっていきましょうか。あの土管入ればいいのかな？オッケー。これで？お！やばい、本家のマリオみたい、これ、すごい。なに、赤い、これ。待って、赤くなっちゃった、血が。怖いな、これ。あった。え？ちょ、待って。いやー、これ実物で見ると怖いなー。怖っ。これ欲しいよ、ほんとに。これないかな？俺10万円でも買うよ、これ、こういうの。あ、ハテナブロックある。これなんか出たりしない？あ、なんも出ない。いや、ちょっとそこら辺出て欲しかったね。オッケー。やっていきましょうか。待って、これどうしたらいいの、これ。うわ、ワンワン。どうしよう、これ。食べられちゃう。ちょ、待って。これ走っていこうか。おりゃー、どっか行く。あぶねえ。うわ、もう噛みついてきた。何したらいいんだ、俺。コインだよな。あ、またコイン。オッケー。あ、こっち何？あった、コイン。オッケー。
え、今回簡単じゃない？なんだこれ。よっしゃ。取って。ちょっとワンワンのゾーン怖いな。これあれかな？何かが追ってくるわけじゃないから。あんまり怖くないぞ。思ったより。これワンワンに気づかれないように。これ一個ずつ行こう。よー！危ねえ！危なすぎる。これつけようか。よっしゃ。お、何これ？つけるだけ？ここ。あ、なんもない。なんもねえよ。あ、何これ。なんもアイテムは出ん。ちょっと待って、それは怖い。オッケー、行け。あ、危ない。あ、危ねえ。こっちはなんもなくて、コインはどこ？なんかある。あ、ぼめえ。ちょっと待って、何これ。え？なんか押せる。え、何これ。うわ、すげえ。これ当てんのかな、ワンワンに。多分そうだろう。オッケー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 。これボム兵で多分爆破させてやつを倒すんだ。そしたらなんかコインが出てくるみたいな、そんな感じじゃない？オッケー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 。よっしゃ、これで。うわー、これも欲しい。普通になんかマリオのグッズってさ、なんか可愛いよね。オッケー、これでやつに食わせるんだ。よっしゃ、オッケー、こっち来い。もうちょっと。よっしゃ、待って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 。あ、これ、これ当たる？これ当たる？これ当たんなくね？ミスり？やばい！いやー！え？当たったかと思ったけど、爆弾に当たっただけか、これ。あぶねえ。オッケー、待って、コインがない、肝心の。肝心のコインが出なかったな、今。こっち何？これ。うわ、なんか出そう。大丈夫か？コインやってくれ。あった、コイン。オッケー、あと1枚。あ、土管がある。あ、土管出現させんのか、これ。ちょっと待って、コイン。あ、これかな？これ？これっぽくない？うわ、何これ？うわ、どうすんだ、やば！うわ、何人ものマリオを葬ってきたかのような顔してるわ。オッケー、3つ集まった。で、これで次のステージ行けばいいのかな？簡単だったね、ここ。バックフラワーより簡単だ、あれ。オッケー、来た来た来た。お、なんだ？お、何？何？いやー！マリオ？マリオさ、何？ちょっと待って、逃げよう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 。うわー、どうすん？うわ、すごい、これは。これはものすごい、来い。やばい。これはものすごいぞ、ちょっと。ちょっと待って、どうすんが、やばい。やばい、邪魔だって、マリオ来てるのに。あ、何これ？待って。いやー、マリオが来てる。危ない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 。あー、いける。あ、いけたいけたいけた。待って、すごくない？ここドッスンの量えぐい。これはさすがにまずい。さあ、第2戦目。マリオさん、こんにちは。やばい、ちょっと恨み買ってんのかな。俺がマリオで死にすぎたせいでさ、ちょっとマリオが、お前何回俺を殺してくれてんだみたいな感じで、やばいな。それはもう違う人に言ってくれ。本当に俺より死んでるやついるだろ、絶対。危ない。いや、ちょっと待って、挟まないでよ。ちょ、とりあえず早く行かないと、これ、やつに捕まるわ。ゆっくり行ってちゃダメだ。やばい、まずい、これ。やばい、マリオさん。待って！よし、登って、登って、ここで落ちたの、さっき。てか、ここは冷静に行こう、ちょっと。やばい、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 冷静に、冷静に。冷静に飛んで、コイン取って、あ、走れ、走れ、走れ、もう走れ、もう走っちゃえ。ちょ、上がれ、早く。早く上がって！なんだ、ここ！ちょ、待って、無理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 。むずくね、これ。え、無理やん、こんな。ここなんだよ、ここ。ここをしっかりしっかり、ゆっくりゆっくり行って、ゆっくり行って。危ない危ない。で、どうしたらいいの？Bスイッチ。なんで？
押して。 PC 調整ない。押した押した押した。来た来た来た。踏むんじゃないんだ。落ちちゃったマリオ。勝った勝ったぞ俺マリオに。バカめ。あ、来た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 。これ入ったらいいのかな。これ終わり。オッケー、あ、ステージクリア。はい、というわけでね、今回マリオのホラーゲームをやってみたんですけど、結構クオリティ高かったですね。というわけで、結構ね、ちょっと容量が重いんですけど、まあ時間がある方はやってみてください。というわけで、時間もいい感じなんで、今日はここで終わりたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。